せーの、本日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かってフレーバーよろぴこ。イエーイ。集合とかやっぱあったんですか？集合っていうのは先輩から。いや、ないですね。あ、はい、僕なんてこないです、うん、本当？はい、なかった。僕がいなかっただけかもわからないです僕はもう1年目はいたんですけど、1年目寮にいた時はそんなもんなかったですね。先輩は2年目からはもう二軍が言ったように寮が三山で1軍が川崎なんで、はい、ほとんど1軍なんで、はい、もう川崎の子が泊まり込みでずっとやってましたから。でも先輩から集合はなかったです。平和ですよ。平和な球団でしたよ、その辺は。二軍は二軍はね、あの頃でも一番怖かった誰どうってね、一番怖かったのはやっぱ有藤さんですね。有藤さんね、はい、迫力があるからね。いやもう見ただけやっぱ僕怖かったですねでそんな怒られたことはないんですけどね、はいろ、はい、んな話も聞いてて、はい、で、まあ、当然1年目のその終盤に一軍に上がった時に、うん、僕は遠距離で、遠距離というかグラウンド内で、例えば僕がダグアウトベンチからポッとこう足を踏み入れて外野までこう目指して、あ、なるほど、いるかなみたいな感じになった人っていうのはあんまりいないですから。それぐらいもうなんかこう気になるっていうか、ピリピリされる、そういう感じでした。なんか有田さんがいる旗かなんか立ってほしいよね、ここにこういますって、いたいたいたこう動きを戦後ビジュアルじゃないですか、でまあそれぐらいのもこう、まあ、雰囲気持ってらっしゃるっていうか、まあ、オーラありましたけどね。あったね、有田さん、ね、うん、で僕が稲尾さん監督の時に秋の秋季キャンプを、うん、静岡の妻恋っていうのがある、うん、はいはい、あそこでやった時あるんですけども、うん、で僕はこうホテルチェックインする時にフロント行きますと、で部屋割り見るじゃないですか、こうやって、うん、で、まあ、あとは最初書いてあって、まあ、僕はあの富士しか見えなかったんですよ、はいはいはい、でその後に西村って書いてあって、うん、富士って書いてあったから、はい、あの斉藤光さんって斉藤光、ね、うん、こうで斉藤ですか、富士じゃないですか、うん、パートに富士しか見えない、ああ斉藤光さんか、うん、ああと思って行ったんですよ、はい、そこの自分の部屋、昔はその部屋にこう張り紙がしてありますから、なんか、はいはい、パッと見たら有藤って書いてあるんですよ。ああそうですねそうなりますよね、はい、でそこまで確認してなかったので、まさか同じ部屋になるとは思わないじゃないですか、はいはいはい、僕しばらく部屋入れなかったんですよであの時先輩がこう同級生の人がいらっしゃって、はい、でそこに行ってしばらく時間潰して、はい、お前西村そろそろ行かないかんだろうみたいな感じで行くじゃないですか、はいはい、で自分の部屋ですよ、はい、ノックしてありました、ね、ノックしてノックしてバーって西村ですよろしくお願いしますって、はい、お前何自分の部屋ノックしてんだみたいなあれ見た時にあ、なりますね廊下でいいって言いたくない、廊下でいいです、あなるほどね、外でもどこでもいいと思ったしその時は石村さんでもそんな話があるんですね。練習終わっても有田さん必ずもうベテランですから、うん、もう先に帰ってらっしゃって、うんうん、はい、でとにかくもういろんな、まあ、今までのこうデータとかいろんなあれですよね、データさんもこう書かれてるわけですから、うん、で僕はもうシャワー浴びて、はい、テレビ見るわけいかないじゃないですか、ね、そうですね、はい、うん、つけれなくて、はいはい、でまだこう一生懸命書かれてて僕なんかこう一応ノートは持ってますから、はい、こうやって書いてるわけですよ内容は覚えてないですけど、はい、まず何月何日何曜日って書いてるわけですけど、はい、今日の練習みたいな感じでこういろいろ、はい、もう本当に生き地獄ですね。もうあの時はいい経験させてもらいましたね。でもいい経験だよね、はい、そうですよね。キンさんとさ、あの部屋になったことあるよね、あるといいなってからさ、でキンさん面白いのさ、寝相悪いん、キャンプの時にゴロゴロゴロ転がってくるわけさ、畳の畳だ、ゴロゴロベッドじゃないからゴロゴロ、もう途中のテーブルを横に立ったこういうように、はい、防波堤作ったんですね、こうってゴーンって言うよ、当たっとるわそれでも目は覚まさないですか、もうキンさんゴロ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 してるわけよ、キンさんこれあかんと思って、チャブ台みたいなのに仕掛けて、仕掛けて、仕掛けて他に行ったらあれをこう立てて、畳の部屋ですからね、うん、畳だからね、僕はベッドだから良かったですけど、ベッドだったついに、はい、畳だったもん、そういうこともありま
ました。すごいね、貴重な話ですよね。でもキャンプの時はさ、あれだよな、その部屋割りってさ、本当何くじ引きでも宝くじじゃないけど、うん、お願いってあるよね。お願いって斎藤子は優しい、はい、まああれも口悪いけどね、まあ、でもそんなこうガーンとこう怒られる、怒るような人もなかった、はいはい、で僕より2つでね、はいはい、普段からこう話はしてましたから、ほんとこう昔は遠征行ってもまず何が一番気になるかしたら部屋割りです、ね、うん、必ずやっぱり2人部屋ですから。そうだね、どうせないと一緒で1年目の時に、はい、オープン戦の時に、はい、鹿児島地元だからってあげてもらって、はい、でその後四国の遠征で四国まではついていったんですよ、うん、で部屋割りがパッと見たら三宅草原というピッチャーが僕より一つ上の人、うん、はい、台湾の、うん、はい、みんな草原草原って僕らはやっぱ3つけるんですけど、うん、はい、その人が寝るのが8時ですよ。は寝るの電気消して、うん、おどうするんですか、お怪人ネット大変ですね。大変ですよ、部屋にはもう入れないですから、違う先輩の部屋行って、ある程度時間になって、でもこそ入って寝るっていう、はい、あれはまたあれで違う迷惑だよね。そうですね、若い時はさ、はい、大部屋の時はさ、はい、その先輩方が麻雀してて寝れない状態の迷惑だけど、うん、8時はもっと迷惑だよね。そうですね、まだ電気ついてないんですけども、うん、真っ暗ですから、うん、もうあれはもう辛いですね、たまらないです、たまらなかったです。まあいろんなのいるからね、プロ野球はね。面白い話いっぱいありますよ。いやいや面白いですよ。正直って俺たちってさ、その人たち見てきてるもんな。あ、まあ今で言ったらうーんっていう、もうパンチパーマで、だから球場もそうだけどさ、特に川崎球場って酒飲んで酔っ払ってるか、市民球場もやっぱ酒飲むんだって、それが楽しくて来てるやん、酒飲んで、はい、もう一個楽しいのはヤジやん。だからなんか女性がこう楽しんで見るって世界じゃなかったやん、うん、ね、でやってる人たちもこれ違うよねって、うん、もうおっさん方だったよね。そうですよね。で選手とそこと言い合いになったりとかって結構あったじゃないですか、はい、ね、今の時代じゃ考えられないですね。そうですね、今もそんなことは絶対、うん、そうだったよね。いやじ自体があんまりね、強烈なやじがいる人がいなくなりましたよね。これはきつかったですよね、まあ、巨人がまたきつかった、やじ頭きて俺打ち込んだもん。へー、打ち込んだもんってなんか言い方悪い。いやいや本当に俺山内さんが教わったからすごい良くなったから、こうやってこうやって出してこうやってグリップ買って、でここにこうやったら絶対こう飛ぶよ、できるよ、カーンって。あんまりヤジがきついから、それでこうやって市民球場でサードのピッチにカーンカーンって、うるさいお前でもそんなことしちゃいかんなよただ技術があったんよ、修理出しは取ってないけど、まあ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 修理出し取られてますからね。取ってる、すごいですよ。だからなんだろう、違う次元いるよな、修理出しとかさ。あの年は本当良かったです、うん、あ結構悩んでたんですよ、あでもなんかこう自分でしっくりこないなっていう、うん、でこの前のはちょっとこう開けるっていう、うんうん、それからすごく、はい、タイカップが育ったかな、タイカップが出てたじゃないかな、うん、はい、確か。あとベーブルースが反対で持って打ってたよね、最初左をこう直したの。そうですね、こうこうやって打ったりとか、ね、最初でタイカップは多分こうやって開けて打ったで、そこからその年は良くなりました、ね、はい、もう打球が違ってきたんですよ。やっぱり力なくて上がるフライの打球が多かったですから、うん、それがなくなったっていうのがありましたけどね。でも今さ、こう何すごい情報はすごい、プロ野球なんかでも俺たちの聞きとかったよね、はい、体開いた、はい、バス下がった、いや、分かってるんだけどって、うん、で、盗塁でもさ、話して浮くやん、体が、うん、一生懸命さ、こう線書いてこの上こうするやん、たらそれも体浮くんよ。で、最初はその練習しなかったけど教えてくれなかったよね、全然、うん、もらえなかったですね、技術的なことね、うん、西でも俺でもそうだけど、こういうステップはしないやん、こっからパンっていくやろ、ね、あれ見ててもったいないなって選手たくさんいるよね、はいはい、もう無駄な動きにしか見えないんですね。だよね、はい、それも監督とヘッドコーチの、はい、ね、それは監督やもん。そうですね、うん、大変じゃなかったでしょうか。全然そんなことないです、はい、全然そうだよ。ですよね酔っ払ったらいじってあのいたずらするけど
オールスターズこれから始まっていきますっていう、うん、まああの流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろぴこ。